こんにちは、ニャです。ということでね、天ヶ瀬コロシアムの3分台ほぼずらしの式神編成紹介していこうと思います。今回の編成、訂正版の編成となってます。一本すでにね、式神の動画出してるんですけど、そっちの編成ね、罪がありました。ほんとすいませんでした。いつもね、周回してから投稿はしてるんですけど、ちょっとたまたまハンスが出てなくてね、でハンスで積んでたんで、あの編成は使わないでこっちの編成使ってください。で、ね、コメントでね、訂正してもよかったんですけど、今回ね、組み替えていくうちにリーダーも変わっちゃって全然違う編成になっちゃったんで、改めて投稿してます。リーダーですね、襟を使ってたんですけど、襟を不要になりました。まあこれでね、組めるようになった人もいるかもしれないし、組めなくなった人もいるかもしれないですね。まあ、組めなくなっちゃった人は本当すいませんって感じですね。ただ、襟を使ってない編成結構珍しいと思うんで、割と、まあ、ありなのかなとは思ってます。はい。ってことで、見てください。どうぞ。さあ、やっていきましょう。リーダーはシエルゴですね。まず、1階層、シエルゴ打って、ローネ打って、式神打って、フレイヤ打って、ずらしていきましょう。でね、リーダーシエルゴね、新キャラだからね、持ってないよって悲しんでる人いるかもしれないんだけど、もうそれは申し訳ないですね。エリオの方が持ってる人は多いと思うんだけど、ただね、これ、式神ループするためにね、いろいろ考えてたら、エリオじゃなくてシエルゴになっちゃったんだもん。しょうがないや。ごめんね。はい。ってことで殴っていきましょう。はい、突破です。さあ、続いて2階層ですね。2階層、式神打って、ずらしていきましょう。はい。さあ、あなたも気になりますね。はいはい、式神打って、ずらします。はい、式神、ずらし。はい。で、突破していきましょう。はい。いいですね。10個もになります。で、突破していきます。さあ、続いて3階層ですね。3階層ね、エリオが出た場合は、式神打って L 字組んでください。で、パステルの場合は、イディアル打って、式神打ってください。はい、どう？今回エリオが出てますね。なんで、式神打って L 字組みましょう。L 字ね、かなり組みやすいと思います。はい。76なんでね、L 字の組みやすさは20丸。はい。じゃあ、突破していきましょう。はい。OK です。さあ、続いては、はい、4階層ですね。4階層、式神打っていきましょう。はいと。さあ、で、殴っていきましょう。はい、式神、で、ずらします。で、突破していきましょう。はい、OK です。突破。さあ、続いては、5階層ですね。5階層は、クロエの場合は、シエルゴ、打って倒してください。で、あとは、普通に式神打って、ずらしですね。はい、今回、クロエなんで、はい、で、式神も打って、殴っていきましょう。はい、OK です。で、突破していきましょう。はい、OK です。さあ、続いては、6階層ですね。6階層、プリムの場合は、フェンリル打って、式神打って突破。あたりは式神打って突破。回収はフェンリル打って、式神打って突破してください。はい。さあ、じゃあ殴っていきましょう。式神、ずらしです。OK ですね。で、突破していきましょう。はい、突破。さあ、続いては、7階層ですね。7階層、ゾロ、打って、式神、打って、殴っていきましょう。はい、と。さあ、ゾロ、式神、で、殴って、突破です。はい、式神と。よし。で、ずらして、突破していきます。はい、OK です。さあ、続いて、8階層ですね。8階層、アルバニスは、式神打って超根性まで削った後に、フェンリル打って、式神打って、1コンボして突破してください。で、アルシオの場合は、式神打って超根性まで削った後に、シエルゴ打って、式神打って突破してください。はい。さあ、今回はアルバニスですね。アルバニスは、そのまま式神打ってずらしてね、まず超根性まで削って、で、フェンリル打って、式神打って終わりです。はい、10コンボ吸収ね。で、ここで10コンボ吸収されるから、絶対盤面1コンボしてください。はいと、ダメージ無効。じゃあ、フェンリル打って、ダメージも交換図打って、式神打って、で、プラス1コンボ。はい、これで11コンボになるんで、突破しておしまいです。はい、終わり。ってことでね、参考になったらね、高評価とね、チャンネル登録よろしくお願いします。編成とね、立ち回りはこんな感じになっております。はい。続いてね、代用解説していこうと思います。いつも通り、代用の前に編成紹介すると、シエルゴにアレキサンダー、フェンリルにローネ、プレーナにゾロ、式神にフレイヤー、式神にリク、ソニックに闇イデアルです。継承は全部スキレベ1で OK で、必要スキは22、バッチはバインドです。リダフレ逆は NG です。武器の役割と代用候補なんだけど、武器全体で L 字と角色ドロ強が必要です。アレキサンダーはスキブと角色ドロ強が役割で、スキルターンに注意してスキブプラス角色ドロ強で OK です。ハロウィンソニアグランがおすすめです。続いて、ローネです。これは威嚇とコンボ加算が役割です。エリカとエルゲヌビがおすすめですね。自力コンボで自由枠です。続いて、ゾロですね。これは 50% 以下と2ターンダメージ無効が役割です。6F の火力に注意して2ターンダメージ無効で OK です。ラファエルとかクリハとかイチゴとかシノブがおすすめです。続いて、フレイヤです。これは2ターン変質とエンハンスが役割です。イズイズとかロギがおすすめです。
続いて陸羽です。これはスキブですね。スキブだったら何でも OK です。他で足りないものを補ってください。続いて闇バレイデですね。これはスキブと L 字とロック解除と覚醒無効回復が役割です。他で L 字補うか、キーか、キーで L 字組むので OK です。スキブプラスロック解除プラス覚醒無効回復で OK で、エファとかキジルとかベンオーとかルーシーがおすすめです。続いて本体代用のための役割です。シール5はスキブ2で火力枠でダブル吸収です。火力変身ターンに注意してミューラでも OK です。続いて、闇プレーナーです。これはスケブ4で火力枠です。スケブ火力に注意して、ゴーストリングとかメルザルでも OK です。続いて、ソニックです。これはスケブ2で火力枠で2コンボ加算と固定1ダメージが役割です。6F の火力コンボ数に注意して、固定ダメージ持ちのリーダーで OK です。ハドラーとか、シンカマイズローグとか、ロシェとか、闇イディアルシナモンとか、究極デッドプールとかがおすすめです。はい、ってことでね、以上です。もしね、参考になったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。じゃあねー、バイバーイ。